ついに、はい、ね、ここでその時歴史は動いた何かというと2007年ででんついに岩田、うん、北岩田北高校に入学をするわけですよ。岩北高わかるかい。岩北高ってことはもちろんギター部でございます。なるほど、そうです。繋がるんですね。なんと優秀すぎる平部員山岡達也、この高校生つまり2007年にギターを始めるわけ。2007年。そうなんです。高1か。高1です。高1からスタート。すごいね。でこの時ギター部入部して、はい、パートはちなみにアルト1 アルト1に意外意外でしょ。だって山岡達也といえば、はい、ね、山岡達也といえば達っていう字のここ一本いるかいらないかっていつもね迷うんだよね。いるのか。いるんだね。やといえば、うん、だってギタロンパート。そうですね。でも、高校入った時にはもうアルト1。そうなんですよ。でこの時大体部員数が30名ぐらい。あ、割合でも割合ね、そうだよね、30名ぐらいで、うん、その時演奏したコンクールで演奏した曲がですね、うん、コンチェルティの第1番出た、はい、コンチェルティの1番です。え、まさかソリスト。いや、ソリストじゃなかった。まあ、だってほら始めたばっかだからね。これ山岡先輩ならありえる。ありえそうだよね、うん、もう持った瞬間ドラとかね、弾き始めてね、おーみたいなね何それみたいな感じ。ありえそう。なりそうだよね。ちなみに課題曲はオーシャンゼリゼ。そこまで調べました。調べました。はい。すごいっすね。調べましたよ。そしてこの年コンクールで銅賞に輝いてます。おー。そうなんです。実は岩田北、今ではね、まあもう名門って言われてますけども、実はしばらくね、この賞を取ってない時代が続いてたんですよ。あ、そうかもしれない。そうなんです。実は。それでこの年のね、2007年の銅賞が久々の受賞だった。すごい。なぜ受賞したか、もちろん山岡達也がいるからだよね。だよね。これがきっかけ。なるほど。岩田北高校ギター部は山岡達也を手に入れた。うん。そういう感じ。なるほど。ね、そこでですよ。2008年。はい。ここでまた転機が訪れる。うん。すごい天気ばっかり天気ばっかり、天気ばっかり、基本天気ばっかり、基本天気、うん、2008年何が起きたかっていうと、山岡達也、うん、部長へなります。おー、いきなりマジか。部長へ昇格。部長、もうね、もはや部長っていうともうね、部活の部長じゃなくて会社の部長みたいなイメージなんかなんとなく部長みたいな。わかる。そう、わかるでしょ、わかるでしょ、わかるでしょ。これで普通ね、部活の部長なのに、なぜか山岡達也を意味する。あ、会社の部長さん昇格昇進ですかみたいな感じになるじゃない。おはようございます。おはようございます。部長です。部長になります。すごい。すごいでしょ、はい、でここでも実は担当してたのはアルト1。まだアルト1なんですよ。これ面白いね。面白いですね。意外なんです。アルト1なんです。でこの時演奏していた曲が、あれです。あれです。小さなダンス。小さなダンス。ダンス、なんだっけ、小さなダンスによるなんとかね、よるね、小さなダンスですよ。そして課題曲がガボット。ガボット。ガボットですよ。そして部長のこの年、なんと銀賞に輝きます。すごいよ。階段をね、実はね、一段一段上がってる。レベルアップしてる。確実にレベルアップしてる。どうかな、銀へ。そして俺の字はどんどん小さくなってる。そうそうそう、ちょっと気になってました。どんどんね、ちょっといいですか、若干この年数と右に合ってないんで
なぜここに静岡県のところをあげたかってね、この隙間なくてもいいじゃんっていうね、意味わかんないよね、この隙間なんなのこれ、なんか書きたいのかみたいなね、なんかじゃ過去あったね、過去なんかね。で、そこでまた天気が訪れる。毎年天気すごく、だからドラマチックは人生なんだよ、この時点で10代だぜまだ、すごくね、こんなにさ、サクセスストーリーがこんなにある10代ってすごくね、すげえだろ。で、ここでですね、まあ大体コンクールですから10月とかに終わるじゃないですか、はい、でね、このだからやっぱ2009年ですわ、まあ2008年とかね、で、その2月にまあ文化部の、文化部のコンサートみたいなのがあったので、はい、文化部コンサート、文化部コンサート、そうまあ学校内の文化部で発表会しようみたいな感じな、そこで選ばれた曲が、はい、スバル出たね、スバル、そこでなんと山岡達也バスソロ、マジっすか、はい、びっくり、びっくりでしょ、 B ソロです、 B ソロいっちゃいました、すげえ先輩、そこで山岡達也やはりね、すごいね、考えることは、これバスソロになったってことだとね、重要だと、もっとたくさん学ばなきゃいけない、そこでなんと S 校の上村先生にご教授をもらいに行った、この段階で、この段階です、すごい、上村先生、あれですね、やっぱ部長クラスになると違いますね、違う、だって部長だもん、うん、部長違うんすね、違うでしょ、で、そこで上村先生から言う、言うちょっと言うちょっと来ちゃいちゃいやん、来ちゃえばいいじゃん、言う来ちゃいなよって話になり、そう、なり、はい、2009年ね、うん、2009年山岡少年にちょっと考えるわけですよ、人生について早いけどねだいぶ早いけどね、早いです、だいぶ早い、だいぶ早い、そんな経ってないけど人生って考えるわけだあ、もうどうなんだろう、でしばらく悩む、うん、そこでだいたい2009年の5月ぐらいになって、はい、決心をするちっちゃいもう何の時間わかんない、わかんないね、5月に一大決心をするね、これが、はい、決心これ何かっていうと、はい、F 校へ進学、なるほどね、これをもう2009年の3年生の5月の時点で決めました、すごいでしょ、もう決定です、人生決定です、人生決定、決定です、そこでだ、はい、そこでだ、じゃあぜひね、普通はもう引退なんですこの学校、はい、2年生終わったら引退です、ところが山岡達也もう専門学校に行きますので、まあ3年目も部活に残らせてくれと、そう言ったわけだね、自らだから3年目も所属しました、3年目に演奏した曲、まあこれはまあそのままの流れスバル、ただバスソロは別の方がやりました、あー別の方、はい、これがプライムパートすんな確かにね、スバル意外にいろいろやってますね、そうマルチなんだよね、でスバルで課題曲がなんだっけな、春よ来いかな、はいはいはい、春よ来い、はい、これでなんと金賞なり、すごくでしょ、だって1年で銅、2年で銀、3年で金だよ、すげえや先輩、階段を確実に着実に上がっていく、そして俺の字はどん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 斜めになっていく下がっていく斜めにすごいよねこれもね、この違い、すごーい、いやーすごいわけですよ、すごいっすね、すごいでしょ。